はい、こんにちは、のぶです。では、656日目、うん、左足のアウトサイド、チャレンジ100回ということで、現在の目標設定が40回ですね。なんとか40回の壁を越えていきたいと思います。まあやっぱりこう蹴り足のこっちの当てる面がやっぱり安定してないので、まあ上に本当は行きたいんですけど、前にボーンって行っちゃったりとか、後ろにかかとの方で蹴っちゃうとボーンって後ろに行っちゃったりするので、まあ地面と平行に面を作れるように、でボールを真上に上げるというところを意識して今日もやっていきたいと思います。よし、いきます。コンパクトに行こう。コンパクトに蹴る。こうじゃなくて、コンパクトに蹴る。コンパクト。面を意識しよう。面当たってる面意識しようね。